皆さんこんこにちはそれでは2020年ここが出た管理業務主任者本試験回答速報標準管理規約と適正化を担当いたしますレクセン講師の太田ですよろししくお願いいたしますまず本年度の管理業務主任者の受験大変にお疲れ様でしたで今回まず管理業務主任者の試験の全体的な まあ、公表それから、えー、感想でしょうかね、まあ、それを述べた上に、まあ、各、えー、法令系それからあと実務会計系それから設備系の同じく、えー、公表それから感想そして、えー、さらに、えー、今回私が、えー、具体的な担当 科目である標準管理規約と適正化法をご紹介していきますあくまでもこれからご紹介するのは私の個人的な意見が基本となっていますのでその点はご了承お願いいたしますまたこれから紹介していく問題の正解番号を皆さんに公表する場合がありますがこれは後日変更する場合がありますのでこの点もご了解をお願いいたしますはい、えー、とまず 今年度の管理業務主任者の試験の全体的な印象なんですけども昨年の問題に比べてやや難易度が低くなったつまり正解しやすい問題が多くなったんじゃないかなという印象を持ちますしたがってもちろん合格点数は試験発表まで分かりませんが個人的な感想としては昨年と 同等かまたはそれよりも少し合格点数が上がるんじゃないかと予想しております。はい。えー、まずあの問題自体なんですが全体的に見るとまあ、確かに、えー、と新しい法令系などのあるいは設備系法令ですね設備系法令などの問題も。 入ってはいるんですがまあ、全体的にはまあ、さほど今まで問題として主催された過去の問題と比べてまあ、大きく変わったという印象はあまりありませんあの形式とかを変えてきてるものはあるんですが、まあ、中身は、えー、大きく変わっていないまあ、特にあの会計の問題などはまた形式変えてきてますがまあ、正直言ってまあ実際問題を回答していく分にはこれまでの 問題の理解があれば、まあ、十分正解は出していけるんじゃないかなと思います。それからあとあの法令系などは民法改正がありました。まあ、どの程度その改正部分が被災されるのかなと思っていたんですが、まあ、正直言って思った以上に被災されていなかったと言っていいです。まあ、特にあの毎年のように被災されていた消滅事項の問題が。 問題、えー、見る限りでは記載されていないということですね。まあ、その他にも民法の改正点いくつかあったんですが、あまりそれが全面に被災されてきている問題はないんじゃないかという印象を持っています。はい。えー、それからあとはそうですね。あの昨年記載されてなかった税金がまた復活してます。まあ、去年たまたまお休みだったんでしょうね、えー。それからあと設備系に関してなんですが。 まあこちらも例年通りもう正解を出すのが極めて難しいもう本当に極めて専門的な知識がない限りは正解はこれだと出すのが難しい問題から過去問の問題を一通りやっていて繰り返し記されている問題をしっかりと記憶しておけば正解だけ出すと言われれば出せる問題もそれなりに入ってたのかなそれからあとは設備系に関しては このガイイドラインの問題が3問出てるわけですよね3問記載されているというのはちょっと今まで私の記憶上ではないので、まあ、その点ではちょっと設備系はこれまでと違ってあまりいろんなところから被災されてきてるなという印象もなくなってますね。はいえー、工夫も当然されているところあるんですが、まあ、全般的にはしっかりと法令系であれば、まあ、条文を理解した上で記憶すべきところを記憶しておく。 まあ標準管理契約、それから委託契約書なども同様ですよね。えー、適正確保も含めて同じです。まだ適正ただ適正確保に関しては、まあ、後でまた見ていきますけども、んまあ、個数当てといっても組み合わせ、まあ、事実上個数当ての問題もあるんですが、まあ、さほど何か個数の問題が例年よりたくさん出たとかいうことではないですよね。まあ、したがって今紹介したように、うん、まあ、全般的には、 えー、さほどこれまでと大きく,大きく、えー、傾向が変わってるっていうものは見当たらないですし、えー、学習もしっかりと今まで、えー、主催されてきた過去問の、えー、学習ができていれば、まあ、それなりに合格するための点点数は十分得点できたたんじゃないいかと思います、えー、ただ問題によってはちょっと正解足が絞りきれない問題もちょっと若干あったりとかして、まあ、今現在それも検討していますけども、まあ、そういううん と正解がちょっと絞りきれない。問題疑義が生じる問題もちょっと若干あるかなという気がしております。はいで、えっ、ー、と。保冷系は先ほどご紹介した通りでまあ、思った。以上に改正点が少なかった。まあ、民法の問題も。まあ、昨年に比べれば。見たことも聞いたこともない。問題っていうのは、えー、あんまり期待されてないのか？な 最初の相続の問題で、まあ、同時死亡の推定っていのはありましたが、まあ、それが分からなくても、えー、答えだけ出せって言われれば出せる、えー、したがって、まあえー、民法などの法令系に関してはむしろ、えー、と去年などに比べれば非常に今まで過去の問題として被災されたものが繰り返されているので、まあ、さほど大きな変更はなかったと思いますそれからあとは委託契約書なども、まあ、例年通り の形式で個数の問題が2問ほどあるので、まあ、しっかりと記憶してないと正解はましづらなかったしづらかったんじゃないかと思います。ただま問題自体はま初めて見たとかそういう足は、えー、ほとんどなかったように思えますね。で、対能管理費に関する問題もここなんですよね。えー、先に紹介書に消滅事故の問題が記載されるかと思いきや、まあ今回はお休みになっちゃってます。 なのでそういう点では正解は比較的出しやすい問題それも少額訴訟などこれまで繰り返されていますから答えをしっかりと出せる問題が並んでるんじゃないかという印象を持っていますね。まあ、以上が全体的なものとあとはまあ多少前後してしまいましたけども法令系実務会計系設備系というところの特徴ですがこれまでと大きく変更されたというあるいは傾向が大きく変わったっていう印象は正直個人的には あまりないです、えー、設備系がまあ何でしょうガイドラインが3問連続されてる、えー、3問連続で実際されたところはちょっと特徴的だったかなぐらいですね、はい、では、えー、次は標準管理規約と適正化法の問題を、まあ、若干、えー、個別的に見ていきますまず問題として1213、えー、標準管理規約で規定されてる会計系の問題ですよね 12番目のところですすそれから番番番目目目ののとととこころろがてて問題となってます12番目のところはもうこれまで繰り返し被災されてきたような問題ですからここはしっかりと正解を出してもらわなきゃいけない問題だったと思います。で13番目のところこれも特に全く見たことも聞いたこともないなどという問題ではないんですが意外にこの漢字の報告とかですね えー、ここが正確に分かってないと混乱しやすすいところなんですしかもそれがコス当て待ってますからここは、まあ、実力の差がついた問題になってるんじゃないかと思います。はい、そしてあとは、えー、進みますが、えー、標準管理規約の問題として、えー、30番目の問題です30番目。 ここは少し事例的な問題となっているので、えー、応用的な問題と言っていいです。えー、っと、標準管理規約で規定されている規定を、まあ、ベースにして、えー、適切、不適切を選んでいくんですけども、えー、30番目の問題に関しては、その点では若干応用的な問題だったんだと思います。まあ、現在、えー、30番目は4を、えー、適切なものとして考えています。あの、あくまでも、 私はこののマンンションの専用部分にいません、えー、こちら側にいますからこちら側に招、えー、集通知出してくださいという、まあ、連絡があれば、えー、その招集,、えー、集をする者はそこに通知を出していくわけですよね。でもその届け出がない限りは、えー、その専用部分の所在地、えー、ここに通知を出していけばいいわけですね。で問題文から、えー、と購入当初より通知を受ける場所の届け出がないって言っていますから従って、えー、基本通り えとマンションの、えー、専用部分にあるところに通知をしていくでまた規約の定めがあれば、えー、その、えー、規約のあごめんなさい、えー、その総会の招集通知、えー、これを掲示することによって変えることができましたよね。 でその掲示をすることを行ってるんですが、まあ、この時も、えー、私はこちらに住んでませんからこっちに通知出してねっていう連絡が来てる人はその掲示に変えることできませんでしたが、えー、ここも連絡がないわけですから掲示に変えることができる、まあ、その点で少し応用を聞かせないと正解が知らなかったのかなと思います。それからあとと番目のとここですこれはいわゆる 共用部分の変更で重大変更なんですかそれとも警備変更なんですかという問題です、えー、まあ若干迷うところもあるんですが、まあ、正解だけ出せと言われれば、えー、3番目、えー、組合員の全員の合意、えー、警備変更それから重大変更いずれにしても組合員全員の同意は不要ですからここは明らかに不適切な足を選べたと思います。 それからあと32番目の問題です32番目は総会に出席することができるもの、まあ、いわゆる組合は当然なんですけども理事会が必要だと認めた人あるいは利害関係を持ってる占有者そういうものがしっかりと整理できていないと答えをうまく見つけられないかもしれません。またあの賃借人は会議の目的に利害関係があれば 集会総会に出席して意見が述べられますが、まあ、いわゆる使用方法ですよね使用方法について利害関係を生じるまあ、逆に言えば使用方法以外であれば利害関係生じませんまあ、その点ではこの2番目修繕積立金の値上げと書いてあります、えー、管理者修繕積立金は賃借人支払い義務がありませんから、まあ、結果、えー、この 修繕積み立ての値上げを議題とするものについては利害関係ありませんので集会に出席することができないよ、まあ、する意味もないよということです。まあ、これも類似の問題は過去に主催されてますからそれが分かっていれば答えを出すことは難しくなかったと思います。それから33番目、まあ、区分所有法の規定と標準管理規約の規定を比較させる問題ですよね。まあ うんと多少今まで類似の問題出ています。えー。ただ、区分所有法の規定と標準管理規約の規定がまあしっかりと整理できていれば答えを出せると思います。ただ、意外に区分所有法と標準管理規約の違いとか類似点とか整理できてないとどっちがどっちだったと？か かわからないのでまあ、混乱する方がいらっしゃると思いますまあ、その点では決して問題自体は難しいとは言えないんですけども、まあ、実力の差がついた問題と言っていいと思いますで、33番目は現在、えー、2番目、えー、これが誤りとえっ、ー、とまず標準管理あごめんなさい区分所有法では 理事の任期、まあ、原則2年ですが規約で定めれば3年以内の日とすることができましたよねで問題は「再任できないんですか?」っていう問題ですが別に再任できないという規定はありません。えーえー、他方でで標準管理理約にに関しててはは、まあ、事の任期ななどは具体的に何年とか定められいるわけじゃないです、えー、もちろんあの再任も禁止されてるわけじゃないので、まあ、その点ではちょっと混乱しそうな問題なので実力の差はついた問題かもしれませんね。 えー、そして、えー、進みましてここで、えー、っと規約に関係するものは、えー、以上紹介したところになりますかねあと適正化法の問題ですね46番目からとなりますでこのマンション管理適正化法に関しても、まあ、しっかりと、えー、点数を取っていかなきゃいけない、えー、今回は問題として見ていただいて分かるとおり あのいわゆるえ指針が主催されてません、まあ、近年指針,え指針が主催されてない年も珍しくないので、まあ、今回はお休みとなったわけですねただじゃ他の内容として難しいかと言われれば、まあ、個数当て問題46番目とそれからあとまあ事実上の個数当てと言っていいでしょうかね47番目の問題がありますで、えー、と46番目の問題などもちょっと若干細かいことを聞いていると、えー、特にあの ウのところ、まあ、地帯なくだったのかとかあとは、えー、と提出だったのかとかそこに引っかかってしまうともしかしたらうまく正解を出すのが難しかった、えー、地帯なくじゃなくて30日だったとか,とかあと提出じゃなくて返納だったんじゃないかとか、まあ、そういう疑問が生じてしまうと意外にに正解がしにくいですね、まあ。子育て問題っていうのはどうしてもそういう、えー、傾向がありますから1、まあえー、文字 えー、一言葉、えー、違うだけでもしかして、えー、そうなってしまうと四種一と違って正解を絞りにくいですよね。それから四十七番目の問題です。まあ違反するものしないものを選んでくださいという問題です、えー。問題文からするとやっぱり若干細かい例えばあの足何年間保存なんだとかですね。えー、それからあとはうんとまあ右のところも。 まあ難しくはないんですけどもあの重要事項の説明手続きとかあの辺と混乱してると正解がうまく絞れないという人もいらっしゃったかもしれません。えー、なので4647はえ少し実力の差がつく問題ではなかったかと思います。それから48番目この分別管理の問題は適正化法の中でやっぱり正解率あんまり高いものがないんですよね。 苦手意識を持っている受験生の方がまあ、比較的多い分野だと言っていいです。ただまあ個数当て問題なので四択一よりは正解がしやすかった。また問題としてもまあ例えば A の収納、えー、保管口座って何ですかとかですね、えー。そういう基本知識を聞いてるのでまあ、例年と比べて財産の分別管理は、えー、正解がしやすかったんじゃないかと思います。それかあと49番目のところです。 で49番目も正解だけ出せと言われれば、まあ、正解を出すことは難しくなかったと思います。ただここも若干細かいといえば細かいところも聞かれているので、まあ、正解絞りにくかったという方もいらっしゃったと思うんですね。はいそしてあとは50番目。まあ、珍しいんですが契約整理時の書面の交付ですえ。重要事項の説明 それから管理事務の報告もうこれは定番ですからね当然皆さん学習されてきてると思うんです。でその他はまあ契約整理時の書面の論点もあるんですがあまり論点もないっていうことで、えー、こともあって被災されることは逆にあの珍しいと思います。ただ、えー、正解を出せと言われれば1番目この契約整理時の書面、えー、これをこうするのは 管理業務主任者ですかあと説明って書いてありますもう説明いらないですよねまあ、そもそも説明いらないのでそこで間違えたと気がつくしあとは、えー、契約整理時の書面の交付自体も別に管理業務主任者は行う必要ないです、えー、管理業務主任者に要求されている契約整理時の書面にはえー、っと記名応印ですね記名応印次の2番目の記名応印だけが要求されてますからまあ、ここはさすがに正解をしっかりと出してもらわなきゃいけない問題だったと思いますはい えと以上を紹介してきましたが、まあ、全般的には、まあ、これまでと違って大きく傾向が変わったとか内容が変わったという印象はさほど持っていません。えー、また問題の内容自体も、まあ、確かに細かかったりとか正解を出すのが難しい問題もありますが、まあ、これは比較的例年通りと、えー、そう考えると、えー、冒頭でも紹介しましたが、まあ、今年の合格点は、まあ、少なくとも去年と同じかやや 高くなると予想しております皆さんはどうでしたでしょうかはい、それでは2020年ここが出た管理業務主任者本試験解答速報の標準管理規約適正化法を担当いたしました大田です本日は受験お疲れ様でしたそれでは以上としておきます